やってきたのは野々市市金沢工業大学の近くにありますカルメギ本店。去年の3月にオープンしたお店です。この大きく書かれたハングルの文字が目印ですよ。お店に入ってみるとカエルさんがお出迎え。カエルさん、青いカエルさらに韓国ドラマでよく見ますよね、この丸いのね、ドラム缶を使ったこちらの席です。ここで焼肉したいなメニューを見てもハングル、種類も本当に豊富です。本当だ、ハングルだ。日本にいるのを忘れちゃいそうですね。韓国にいるような気持ちになりますね。はい、ありがとうございます。7年ほどオーナーが韓国に住んでまして、その時にカルメギサルという料理を食べた際に、この内観であったり外観であったりを忠実に再現したいという気持ちで、石川にこのお店を出しました。こちらで本場の味が楽しめるということで楽しみにしてます。お店の雰囲気はピカイチ、そして味も本場韓国に挑戦しています。こちらがスンドゥブランチになります。わあ、マスク越しでもわかるこのいい香り、グツグツがたまりませんね。カルメギでいただくスンドゥブランチ、味噌は韓国の唐辛子や玉ねぎ、ネギ、ニンニク、豚ミンチなどをブレンドして作っています。そこにアサリやホタテ、ズッキーニやお豆腐など、とにかく具沢山。このグツグツがね、とっても美味しそうでしょ。美味しそう。ライスやサラダ、キムチにデザートがつき、見ているだけで食欲そそられますね。こちらのスンドゥブチゲなんですけど、卵入ってますんで、卵を割っていただいてよく混ぜてお召し上がりください。よく混ぜて、いろいろ具材いきたいですね。熱々、美味しそうです。いただきます。美味しい、美味しい、美味しい。あー、後から来る辛さ最初にしっかりと辛みきますね、あ、でも後からコクがスーッと体に溶け込んでいく感じがします。当店のスンドゥブチゲはヤンニョムソースを一からこだわってまして、すべて手作りで、唐辛子も何種類かブレンドして、全部韓国の食材を使っております。あと魚介の旨味も効いてますね。具材一つ一つにこうしっかり味が染みてるんですよね。これ韓国の方も食べに来られたりしますか？そうですね、よく韓国の方も食べに来られるんですけども、その韓国の方もここのチゲ美味しいねっていう声をたくさんいただいております。韓国の方からももうお墨付きですね、それは。はい、そうです。わー、嬉しい。スープの後はご飯と一緒に食べたい。白米ももちろんですが、韓国では五穀米と合わせることが多いんですって。そうなんだ、こうやって食べるんだ。さらに美味しくなりますね。五穀米の食感の良さが加わります。それがスンドゥブとよく合いますね、はい、一気にこのふわっとしたお米の中にスープのコクが行き渡りますよね。はい、チゲとも大変合うんで、少しヘルシーに食べられている気持ちにもなりますしね。そうですね、女性にはおすすめですね。はい、さらに韓国を感じたいという方におすすめ、セットにこちらを選ぶこともできますよ。チュモッパ、こちらトビコチュモッパになります。彩りとっても綺麗ですけど、味付けしてあるご飯にとびっこ、たくあん、もみのり、マヨネーズが上に乗ってて、食感とかも楽しめるチュモッパになってます。韓国ではよく食べられているチュモッパ、韓国でおにぎりを意味しますが、皆さんご存知でした？いや、知らなかった。白米に具材を混ぜ、小さく丸めて食べるんですよ。自分でちょっとこう握るんだ、はい、ご飯ふわふわ、本当いろんな具材シャキシャキです。日本のおにぎりと比べて
具沢山なので、すごく贅沢なおにぎりだなって思います。そうですね、チモッパは韓国でもこの具材が入るよっていうの決まりはないんですけど。なるほど。ごま油と海苔のこの塩味も効いていて、やっぱり韓国らしさを感じるおにぎりになってますね。食べてみたい。はい、そうです。今日は本場の味を思う存分楽しめました。ありがとうございます。皆さんにはどのように楽しんでほしいとかってありますか？はい、カルメギ本店は内観外観料理ともに、とてもこだわってますんで、その雰囲気とか味を皆さんに楽しんでいただきたいなと思ってます。雰囲気も合わせて本格的な韓国料理、皆さんも楽しんでくださいね。こんな食べ方もあるんだっていう発見のあるお店でしたが、ね、エリさんは以前行ったことのあるお店なんですよね。平井ちゃんが行ったと言って、私も便乗してすぐ行ってきましたけれども、はい、あの、いかがでした？牛ホルモンスンドゥブにしまして、牛ホルがもちもちプルプルでちゃんと豆腐も入ってて、でそこに白米じゃなくてビビンバのセットにしたんです。白米にするとおかわりもできますよ、カブトさん。おかわりもできるんですか？ぜひおすすめのお店なんです。食べたい、もうずっと食べたいです。お腹もなってます。あんなにお腹いっぱいになって、まあ、まあ一種のあ食べ過ぎたかなと思うぐらい満足感のあるお店ですね。まさに本場の味ですもんね、うん。でいろんな食べ方があるので、この雰囲気も、ね、合わせて皆さんに味わっていただきたいんですけれども、あの韓国の文化を発信していきたい、魅力を伝えて行きたいなっていうあのお店なので、本当にね、そのドラム缶でこう座って、あのね、場所というか、ね、内装の雰囲気がね、そうもう本当にドラマでよく見てた、ね、なんか、いつかはあの壁に書かれたハングルだけのメニューを指差して注文してみたい。かっこいい。ねね、皆さんにも思う存分韓国のこの世界観に浸っていただきたいんですが、そのスンドゥブランチ、実は5種類から選ぶことができます。はい、今回いただいたのは一番シンプルなスンドゥブランチなんですが、その他このメニューを見ていきますと、ツナや豚バラ、あと牛ホルモンを追加することができるんですよね。合わせて5種類から選ぶことができます。具材が違うとその味わいも変わってきますので、皆さんお好みのものを選んでお楽しみください。ではお店の情報です。カルメギ本店は野々市市金沢工業大学の近くにあります。定休日は水曜日、夜も大変にぎわうお店ですので、ぜひ足を運んでみてください。以上、ランランランチでした。